歯口腔の疾患。1、歯の疾患。歯の疾患ですね。歯の二大疾患は、右食と歯周病である。両者とも感染症が原因であり、生活習慣病とも言える。右食について、右食とは、口腔常在菌が生成する酸により、菌の侵食が生じた場合を言う、俗に言う虫歯である。右食の進行により、外側よりエナメル質、象牙質、歯髄まで侵食し、ついに歯間部の崩壊をきたす。飲食物由来の糖質により、酸の酸性が強まるため、砂糖を含んだ飲食物の制限や、歯の周囲に付着した細菌を大量に含んでいる歯垢、プラークの除去を行うことが予防になる。歯周病は、歯を支えている歯肉、セメント質、歯根膜、歯槽骨からなる歯周組織に生じる炎症性疾患で、歯垢が原因である。歯垢には 1mg につき、約10の8乗個の細菌が存在すると言われている。炎症が歯肉に限局するものを歯肉炎、歯根膜や歯槽骨にまで及ぶものを歯周炎という。歯の喪失は老人性顔貌、すなわち口元のシワ、薄い唇、梅干し状の小さな口元につながる。さらに咀嚼能力の低下は、硬い食物を避けるようになるなど、食事の内容の変化という身体的体抗変化にとどまらず、老いの自覚、社会参加の消極性などの心の体抗も生じる。義歯がこれらを補う。口腔内細菌とその生産物からなる歯垢は歯の面に強く付着すると。歯周病ですね。歯垢の細菌が産生するタンパク質分解酵素と細菌炎症により歯根膜の破壊、歯槽骨吸収、セメント質の変性が起こり、歯肉溝に歯周ポケットと呼ばれる空洞が生じる。これらを歯周病という。20本以上の歯を有する者の割合は、40から44歳では97、8%、しかし85歳以上では 20% 以下だと。続いて口腔ケアについて。口腔は食物を摂取する入り口であるばかりではなく、呼吸の入り口でもある。また声を出し、意思伝達にも使用する。動物ではさらに獲物を取るための武器でもあり、実に多くの用途をこなしている。このため脳においても、口腔は感覚と運動の支配に関する部分のうち約 40% と大きな領域を占めており、脳機能の中でも重要な部分であることがわかる。高齢者に多い口腔の障害として、口腔乾燥があると。口腔ケアと脳の活性化について。口腔のケアは看護領域で注目されているもの一つである。歯ブラシでの5から10分間の歯磨きを続けただけで、高齢者の誤嚥を予防する防御反射である嚥下反射と外装反射が良くなったとの報告もある。口腔の支配をする部分が脳の大きな領域を占めることを考えれば、全身のリハビリテーションや入浴、正式と同等に口腔のリハビリテーションや正式がいかに脳の活動性を促すかが予想できる。口腔ケアは全身のケアと同等に脳の多くを刺激し、右食や歯周病予防にとどまらず、嚥下反射や外装反射という全身に関わる反射改善をもたらすと言える。口腔ケアと肺炎予防について。寝たきりの高齢者の口腔内雑菌の数を調べた図ですね。寝たきりになると、いかに雑菌の数が多くなるかがわかる。こうした成績から見て、口腔ケアを行い、口腔内雑菌をできるだけ少なくすることが肺炎予防に役立つと考えられている。実際、口腔ケアを2年間行った群は、放置群に比べて肺炎の発生率を 40% 減少させた。さらに、老人福祉施設入所中の要介護高齢者では、一旦肺炎になると抗菌薬使用でも 80% は死亡しているというデータもあり、抗菌薬より口腔ケアという毎日の看護の方が優れていると言える。口腔ケアの肺炎予防の効果は、歯のない高齢者でも同様であり、看護や医療はより困っている人を対象とするものであるから、これから歯のない高齢者へも口腔ケアを積極的に差し伸べるべきであると考えられる。高齢者では唾液の殺菌力は弱っていると考えられる。高齢者では2、3日寝たきりになると口腔内グラム陰性肝菌が優位に増える。そして、大腸菌を培地に増殖させ、若い人の唾液を縦に垂らすと、大腸菌の発育は阻止された。しかし93歳高齢者の唾液を垂らすと、逆に黄色ブドウ球菌が生育してきたりすると。口腔ケアは食後1日3回実施した方が良い。口腔内を拭うだけでも良いと。口腔ケアシステム。口腔ケアスポンジ1分、舌ブラシ30秒、電動歯ブラシ 2.5 分ですね。誤嚥性肺炎の予防や口腔機能の維持、回復など、高齢者の口腔ケアの重要性は理解していても、多忙な看護・介護現場で十分実施することは難しい。そこで国立長寿医療センター歯科では、
安全かつ効果的な航空ケアを一般の介護者でも簡単に行えるシステム化した手法を開発した。この手法が航空ケアシステムであり、1日1回5分で行い、有効性も実証されている。